毛がすごいんですね。汚いなこれ。やべえ。猫背さん1回で8800円で。ロリコンちゃん、松尾です。どうぞ、向かいます。ミガソセイラです。セイラさんです。そして、ファンクラブワーク。マスター K です。よろしくお願いします。マスター K さん。はい、番号。219番です。219番。219番。ありがとうございます。ありがとうございます。今日何しにいらっしゃったんですか？ちょっと、スパンギルドの、応募させていただいたとか、割り込ませていただきました。あ、そうそう。ファンクラブ内で募集して、ですね。もうすぐにお返事があったんです。早かった。早かったっす、ね、早かったっす。もう早いの好きですから、そういうの。あ、そうそうそう。見せてくださいとか言ったらもう、そうそうもうよし行きましょうってなるパターンだから。どういったお悩みが？20代の頃ですね、はい、だいぶちょっとハゲロードができたんで、ハゲって大丈夫ですか？ピンクじゃないですか？大丈夫ですか？ピンクではないです。はい、でまあ、なんとか髪の毛があるんですけどね、はい、あんま薄毛になるのも、もうなってるんですけどね、怖くて、はい、ぜひコンサルをよろしくお願いします。コンサル？松尾田道今おいくつですか？ちなみに53歳です。53歳、はい、53歳そうです。本当に53歳？あ、そうです。いや、もっと言ってくださ い, いガチで53歳ですか？若いですね、はい、あ、それそれだってもう必然的になってくる感じですよね。年齢にもね、どうしてもそりゃそうですよね。気になり出すお年頃です。抜け毛がすごいんですよね。あ、それはもう実感としてあるんですね。枕とか、はい、シャンプーとか。そうなんですよ、ぜひお願いします。はい、なんかいつもと違って声が小さいですね。なんかいつものあの感じがあるんですか？いや、喋っていいのかなと思って。全然全然絶対僕ら食われないんで。あ、そうですか、はい、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします、はい、行ってみよう。いや、松尾田道中記あだ名つけていただいたんで、ぜひそれでお願いします。マスターさんで何のマスターかわからないんですけど。何のマスターか。YouTube マスター。 YouTube マスターちょっと Mac の電源の入れ方がまだ分かってないです。いやいやいや、そんなわけないよ。M1 とか言うんだったら電源の入れ方が分かってない、はい、他は全部知ってますよ。そんなわけ、他は電源だけの入れ方が分からないです。他は知ってるが多い。松尾田道中記毛質が細いですよね。もともとですか？あ、そうですね。あ、汚いなこれ。髪もですし、かなり血流が悪くなってるのと、かゆみとかはあります？普段僕のもあ、そうです。誰のやつも。ガーってかゆくような感じですか？爪で描きますね。あ、わしわしいっちゃう。爪でカチカチカチと。なるほど。茶色っぽくもなってるので、はい、頭皮が少し酸化してる感じなんですよね。あと老廃物がちょっと溜まってらっしゃる感じがあるので、頭皮ニキビみたいなのもあるんですよね。なので皮脂とかも若干詰まってらっしゃるんですけど、多分頭皮結構硬そうなんですよね。あ、そうですね、はい、細毛になる要因は抱えてらっしゃるという感じですかね。あ、なるほど。はい、毛質がこういうちょっと湿疹もできてらっしゃるので炎症がありますよね。コンディションが良くないっていうことですね。そうですね。よく髪の毛持ってますね、そしたら。いやいや、多分生活習慣の感じが出てるかもしれないので、ちょっとまあマッサージもちょっとしっかりめにするのと、はい、頭皮の常在菌っていう菌のバランスが崩れてるので、はい、こういう湿疹っぽい赤みができてたりするので、はい、なので今日ちょっと育毛の方で頭皮コンディションを整えていきたいと思います。 ありがとう。生えてくるんですね、はい。まあ、そうです、すぐにっていうあれではないですけど、まあ、頭皮のまずコンディションから整えていく方がいいと思います。わかりました。はい、ので、はい、ちょっとしっかりケアしていきますね。はい、ありがとうございます。はい、松尾田道中肩こりとかも結構ありますか？あ、そうですね。あ、じゃあちょっと先に血流の流れの改善をするためにちょっと肩周り少しほぐしていきますね。はい、ちょっとめちゃくちゃ硬いですね。あら、あ、そうですか。普段はそういうマッサージ系とかも全然しないですか？あ、そうです、ほとんどもうやらないです。前はやってたんですけど。ああ、はい、それはもうというかすごい硬いがいいです、はい、手がもう覆いきれないですね。あ、そうか、体も大きいからですね。大きい、すごいですね。やっぱり態度は聞かないですか？そんなことないですよ。そんなことないですよ。猫背ですね。あ、そうなんですね。
しい。レスラーだよね、すごい筋肉です、うん、なんか筋肉にちょっとワクワクしちゃいます。やばいですよね、やばいですよ。厚みよ、厚みがすごいです。触らせてください。一口だけ、ごめんなさい、一口やべえ、やべえ。本当に筋肉いいですね。いやね、なりますよね、そうね。すごいですね。はしゃいじゃって、はしゃいじゃセイラさんが。はしゃいじゃん、筋肉。さすがにこの筋肉見ると。筋肉フェチなんで。筋肉フェチ。あ、そうなんですか。そうですね。プロレスラーみたいな感じの筋肉が。すごい。結構好きなんで。まさにそういう体格ですね。はい。すごいです。レスリングされてましたね。うん、そうですよね。そうですね。もう筋肉好きだからさ、もう筋肉というかもうマッチョな人が好きなのよ。たまらんね。うん、あ、毛穴が開いた感じがします、ね。いやいや早くも。いやでも結構本当に筋肉がすごいです。すいません、何回も言いますけど。筋肉すごい。筋肉に持ってかれてますよね。そうですね。頭皮に行くはずのものはいろいろ。血流も多分こっちに行きますね。ですよね。特にこんだけの体だったらケアしないとさ、そうですね、固まる部分が多いから、うん、いやそうです ね、そうなるとやっぱりそのレスラー時代も体の柔軟とかそういうケアとかしっかりされてらっしゃったんですよね。あ、現役時はやってました。41分で5元だけだったんですよ。すげえ、すごい。そうか、そう考えたらでも10年経ってますもんね。首もすごい。スキルじゃなくて、大丈夫ですよ。もう、はい、YouTube 専門で生きていきます。もうそっちの方に特化してるんで、何年も前から。まあそう、そう、何年も前から特化してますから。うん、はい、時々やっぱり知らないこともあることもあるけど。あ、そうですね。時々、時々、時々ありますけど。うん、それ以外のことは知ってる。知らないこと以外のこと全部知ってるんで。バッチリです。だからこそマスター。僕あんまりね仕事することないね。セラさん喋ってくれるの。ああ、どうしよう。私も引き出してください。何か引き出しを広げてください。なるほど。まあマッチョ好きっていうのは分かったんでね、今日。ああ、そうね。ちょっとそういうのがパラパラ出たよ。共通点、共通点でした。共通点でした。プロレスラーの方とかよく見に行ってましたね。ああ、そうなんですね。はい、学生の時。すごいね、プロレスラーも嬉しいよ、こんな綺麗な方がさ、ねえ、マッチョ好きってなったらさ、俺も好きってなるよね。俺も好きってなるの、もうスクワットしながら。スクワット、どういう状況？クレーニングから行っていきますね。これが自然に出る。あ、これが欲しいの、本当。そうですね。これからなかった、そういえば。何もなかった。何もなく、淡々と始まって、今これ何やってるんですかっていう。そうそうそう。って言われるもんね。前方後円墳のような。ジャンクマン。ジャンクマン。ジャンククラッシュね。知ってる、知ってる。お前が壊したの鎧だけだ。あ、出た。そうそう、このセリフ。知ってました、マスター。はい。あ、やっぱさすがマスターだったら。レスリング出身で。マスター聞いてなかった。いや、もうマスターだってレスリングやってたんで、それは筋肉マン。あ、そうかそうか。筋肉マンは知ってますよ。そうですね。ゆで卵って人の作品ですね。そうです。そのレベル？大丈夫。初オタどうち？いや、気持ちよさそうだね。うん。されても気持ちいいし、見せても気持ちいいもんね、これネットスポってね。簡単でお願いしてますね。簡単、簡単。簡単です。シャンプーで、はい、さっきのシャンプーじゃなかった。なんか毛穴のクレンジングで、今使うのはあの育毛用のシャンプーになります。はい。寝てらっしゃいます。もうそうやって言うよ。もうこれはね、もう無理。いや、僕とも無理よ。いや、無理よ。撮影しちゃっても無理ない。寝らんかったことがないけんさ、多分12時間寝て来たとしても無理。しっかり睡眠とってきたら無理だ。無理無理無理。そうなる。お前そうなる。これ後でやっぱね、動画で公開された時みんなびっくりするんよ。ああ、なるほど。こんなんやったんやって思う。寝とったんや。いや、そうそうそう。俺みたいな。いや、寝とったのは分かるっちゃね。一瞬で終わったの。寝とる間にこんなことしよったんや、口は動きようやみたいになるんだ。
大丈夫ですよ。リラックスしてください。ものすごいっていうか、もしかして自分のいびきで起きちゃった。これ同じ多分技術だったとして、お前にやられたら俺もうリスティングできない。多分できると思います。行き通り。頭にウサギがおろうさ。無理や。無理。しかもまだ力加減がね。まあそうだ、絶妙。絶妙なのよ。なるほど。一応みんなを持っていくだけ。あいつがおるほどうるさくなる。声がでかい。でかいです。部屋をまたいで声が入ってくるんです。ね、そうっす。そうね。声と目と態度がでかい。目力すごいです。目力がすごいです。痩せられて特に。そう。グリッと。うん。もしかしたらありますね、これね。いや、さっき見てましたね。もしかしたら思い出したように、これ思ってますけど、これ誰も突っ込まなかったら一人で松尾太道気持ちもね、やってもらったことないないですね。まだチョコリさんもさっきアピールされてました。そうチョコリがお前みたいなアピールしようと、なんですか、いやこれ受けたらどうなるんですかねみたいな、受けてないか分かんないですよねみたいなこと言って、受けさせてくださいよ遠回しに言ったからやめとる。そういう技を使うようになったんですね。そういう姑息な技を。いや、もともと卑怯や、ね、あ、もともとそう。すごいよね、なんかすごい厚みがすごい。ちょっと今頭皮のトリートメントをつけて、はい、はい、栄養補給をしております。はい、セイラさん情報ってあんまり出てきてないですよね、今までね。私情報です、ね、何が好きとか。本当ですか。意外と、あ、最近は東京アベンジャーにハマってます。ああ、そうなんですね。アニメ、はい、はいはいはい、全部見てて、はい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 、で、まあ、今度映画があるので、はい、映画行きたいな。なるほど。ドゲンジャーズよりもそっちの方が。ドゲンジャーズよりもアベンジャーズ。なるほど。そうか。あ、リベンジャーズ。リベンジャーズね。アベンジャーズなのか。リベンジャーズ。リベンジャーズ。松尾田どっち。爆発した。戻ってこられました。自分の意識で起きたかな。さっきもさ。あ、そうなんです。何週間と一回ぐらいやったもんですか。そうですね、頭皮ケアを目的としているので、はい、2、3週間に1回程度でちょっと様子見ながら、ホームケアと併用していきながら、うんうんうん、はい、されるのがいいかなと思います。なるほど。シャンプーのことさっきおっしゃってましたけど、あんまり安っぽいのはやっぱり良くないんですね。安いのが悪いとかではとは言えないんですけど、肌質を改善したりとか頭皮の環境を改善するのに必要な成分が入ってないものは使っても意味がないかなという感じです。洗浄はできても、はい、栄養が入るっていうものではない感じするので、なので今の頭皮に必要な栄養素が入るものを使った方がいいと思います。はい、エメロンとかの化石みたいなシャンプーだったんだよ。聞いたことある。エメロン、エメロンあった昔のシャンプーっすよ。エメロン知らん、聞いたことないすげえな。いや、すごいエメロンが出てくるとは。僕はでも中学校の時はティーチャラ使う。あ、ティーチャラ使いましたね。髪はバサバサなのね、匂いはいいけど。へぇ、栄養どうでした。ティモテとかもありました。ティセラとか。電気でコレーション導入ですね。あ、はい、あんなやつなんだ、先端。あ、そうですね、ここは電磁パルスを発生しているので。これどうあるんですか、受けてる方は。どうですか、触られてる感じですね。あ、じゃあ、いや、じゃあそりゃそうでしょうね。胸板が熱い人って言うな。うん、すごい、すごいすごいっすね、マジで。セクハラになっちゃうから。やばい、今接してる。そうですね、そうですね。プライベートだったら触らしましょう。いや、もうペチ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 いきますよね。ペチ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 、こいつもそうなんですよ。よー、人の胸触るんですよ。あ、女の人限定で胸ペチえ、そうね、スケベやないか、ただのスケベやない。大きい方がいいわーって。
好奇風がいいわ、いや怖いわ、好奇風がいい、怖い怖い怖い、好奇風がいい、もう同時に同時に攻めようやもう最後触らいて、触らいてくれんかの、触らいてくれんかの、松尾田道地域格闘技出たら剣道やってもらえる方が一番強そうです。あ、一番強い、あ、そうなんですね。いやいや、格闘技的に、あの沖縄の空手家も百進空手のチャンピオンも言ってましたけど、へえ、三段も三倍段ですね、剣道三段っていったらなんか高校生でも取ってるみたいな、そうですね、それでも勝てないです。何が勝てないですかね、武器持ってるからじゃないですか。いや、トンファーとかムチでも日本の剣道家に勝てないです。へえ、そうなんですね。剣道の人は正中線っていうやつですか、あ、はい、中に入ったの必ず撃ち落とす形じゃないですか、はいはい、僕らは攻めていかないといけないんで、そっか、必ずそこに入っちゃう、周りが広いんですね、そっか、攻防一体なんですね、剣道が、うん、攻撃したら攻撃に移るじゃないですか、ね、そうですね、常にカウンターみたいなイメージですね、だから、うん、そうなんですね、僕ちょうど三段ですよね、今剣道、うわ、だからもう誰も勝てないですよ、ね、誰も勝てない、いやいや、誰も勝てないことはないよ、ね、落としにしたくて、飛鳥さんに負け通しなさいね、飛鳥さんはだってその段の上の方だから、いや、言わないもんね、うん、それも剣道から、ね、僕とじゃなくて竹刀を持った場合です、うん、そうなんですね、僕とこなんか持てれば全世紀の大層でも勝てないそうです。へぇ、はい、全世紀の大層もすごいね、耳食いちぎられるね、あったね、全世紀ここ叩く技ありますよね、はい、固定固定、こんなのは剣道やってる人のやつは絶対発想がないんで、ああそうか、そうですね、そっか、手を打ち落とすとかないね、ないよね、そんなもん、確かに、だってそれがメインの技やけどね、そうですね、うん、ありがとうございます。お疲れ様でした。あ、寝たかもしれません。寝たかもって。松尾田道地域。あ、やっぱ違いますね。そうですね。結構確かに。最初ちょっとやっぱベタっとした感じがあったんですけど、全然ふわっとしてますね。そうですね。ボリュームが。やっぱあの毛穴綺麗にすると毛立ちも良くなるんで、根元からこうふわっと立ち上がりやすくなるので。エメロンで洗ってきたんですけどね、エメロンで洗ってきたんですけど、エメロン元美容師さんですよね、あ、はい、そうなんですね、終わりました、お疲れ様でした、松尾田道地域、最初の状態と比べてどうかですね、まだまだですね、まだですね、ちょいちょいぶっこんでくる、時間も隙間ないです本当に、あ、でもちょっと後で比べますね、はい、でも色がかなり白っぽくなってきて、あ、本当だ、よかったです、はい、1回でどれぐらい変わるかなと思ったんですけど、はい、あの血流流れが悪くなってる部分はマッサージと施術で血流をしっかり流していくのと汚れを落としていくので透明度が出てくるんですね、なのでこれを繰り返していって畑で例えるといい土壌を耕していくイメージですね、いいですね、はい、汚れもなく、 ありがとうございます、はい、で今日は頭皮の湿疹もできやすいとのことなんで、はい、そういったのにアプローチできるような消剤をシャンプーだったりとかを使っております、あ、分かりました、はい、なのでちょっと頭皮改善をまず先にして育毛とか発毛はもうそれからですね、あ、そうですか、はい、頭皮の状態を良くないといくらいい成分を入れても吸収していかないので、はい、これさ、さ今の状態と最初の状態はこんな感じなんですね、汚ね汚ね色が悪いですよね、ちょっと全然違いますね、はい、全然違いますよ、お色の感じが、はいはい、これもうちょっといい状態を目指して、あとお家でのケアと併用していただいてお店でもできたらいいかなと思います、以上となります、ありがとうございます。どうもありがとうございます。もう頭皮の専門家でいきます。頭皮マスター。どうもありがとうございます。ありがとうございます。松尾田道中記。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、近いんですよ。一歩でだいぶこう幅が行っちゃう。行っちゃう。体型もすごい、なんか手羽元みたいな体型だ。手羽元みたいな体型ってすごいな。確かにすごい。どうでした？少し寝てしまった。いや、少しじゃ少しではない。少しではない。かもしれない。北海道のあの悪口ばっかり言ってるんで。じゃ俺じゃねえ。俺じゃねえよ。悪口言ったのは。大丈夫。すみません。俺じゃねえっつって。
状態的にはどんな。そうですね、ちょっとまあ本当に1回でどれぐらい変わるかなと思ったんですけど、結構血流流れも良くなってたので、うん、あとはその本当に日頃のお手入れをしっかり意識していただく、はい、はい、改善していくと思いますので、うん、はい。なん、マサさんずっと来られてるんですか、マサさん。違う、もうなんでそんな寄ってくるんですか。なんかぬくいんですよ。そうですね。3回ぐらいですね。ぐらいですか、ね。今回3回ですね。今日で3回目だったんで。あ、じゃあお金が続けばこちらに。お金が続けば。そんな生活まで。まあ、じゃなくて。逆に心配してしまう。経営してて、一回行って切羽詰まれてどんどん。そこまでじゃない。YouTube で見たといえば何かあるんですよね。いやいや、ありがとうございます。ありがとうございます。今日は育毛ケアの70分の1万1000の施術をさせていただいているので、はい、動画見ていただいた方は8800円で。うん、20% オフ、うん、20% です。すごい、お安いですね。はい、はい、合わせ体験の場合はね、50分6600円で松本コースもありますんで、はい、ぜひ体験してみてください。はい、はい、いい喋りだった。はい、多分多分言ったよね、全部ね。うん、大丈夫です。はい、さよなら。説明欄に説明欄に貼ってます。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。さよなら。じゃあ最後お願いします。バシッと。それでは、松岡道中記、よろしくお願いします。じゃあこちらお名前なんでしたっけ。セイラです。あ、いや、じゃあなんかお店です。あ、リノスです。リノス、はい、じゃあリノスさんと松岡道中記。もうやめてしまえよ。お前もこうしてのよいだけど。あ、出た。そうそう、このセリフ。このセリフ言いますかね。ロビーマスク、ロビーマスク、あジャンククラッシュって、あのジャンククラッシュこっちだけじゃないんですよ、うん、もうよし、じゃあ背後から手落ちた、後ろに手が入るからね。あ、なるほど。顔も全部後ろに。あ、そうなんだ。そう、前後どっちもいけるもん、ね。ジャンクラッシュ、ね、そうです。それでバーンってやられて、ロビンマスクがーってなったところが、もうロビンマスクがもう鎧脱いで鎧だけをこうあーやってたと思うんです。